ていきたいんですけども、はい、YouTube って架空請求業者と戦うみたいなのがいっぱいあるじゃん。あー好き。そうそう、でもあれさ大体はその架空請求業者を倒すじゃん。じゃなくて今回は斉藤さんで俺らが架空請求業者になったら相手はどんな反応するんだかなと思って。なるほどね。そうそう、男だと大抵切られちゃうじゃんすぐ。あーそう、だからゆんちゃんで一回ロリ声で釣って引き止めて、引き止めて、で俺がいきなり変わってあ、ご利用ありがとうございますみたいな感じでやったら斉藤さんで架空業者、めっちゃこれ斬新じゃない。そうだからこれちょっとやっていきたいなと思っております。まあでも斉藤さんやってる人ってこんな平日の昼間に暇だから、もうスケベばっかだからね本当に太陽よりギラギラしてるよあいつらということでね、早速ねかけていきたいと思います。ってことで早速やっていこう。じゃあまずね、ゆんちゃんから。待って、斉藤さん高校生ぶりなんだけど。超久しぶりだよ。俺ほぼほぼやったことないから、うん、ちょっと緊張すんだよねあのセリフもね、架空請求業者の教科書みたいなの作ってきたからはい、はい、じゃあ早速かけていこうと思います。喉鳴らし、あ、あ、もちもちみたいな感じでそうそうそうはい、じゃあ行きます。そう、はい、せーの、ここだよね、うん、せーの。もちもち。おもちもち。今何歳？今14歳。一人。ママがいるけど。ああ。でもママ今寝てる。今彼氏とかおる？彼氏？何それ？いや男の人の。うん。チンチン見たことある？え？え？何それ？これ。え？どれ？そっちは。あ、ちょっと待って、時間になっちゃった。うん。あ、もしもし、萌え声ボイスチャット、もきゅもきゅファンタジーご利用ありがとうございます。本日のご利用料金がですね、4545円、しこしことなっております。はい。お支払いいただけますでしょうか。OK です。OK ですよ。あ、OK ですか。ありがとうございます。じゃあ今ATM へ行っていただいて、直接振り込んでほしいんですけども。はい。ああ。てってれー。ドッキリでした。ドッキリでした。ドッキリでした。ちょっと。はい。ダメでしょ、チンチンすぐ見せちゃう。切られた。ちょっと待って、いきなり強いやつ来すぎてもうちょっと怖いです。ゆんちゃんがタジタジになっちゃって、ちょっと段取りめちゃめちゃ忘れてんだ。もうちょっと困っちゃったよ。困っちゃうね、これはちょっと本当に。ということで、ちょっともう一発やっていきたいと思います。今のはねちょっとね、始まりの村にラスボス来ちゃったみたいな感じだからということで、早速かけていきましょう。はい、二人目。ぶっ飛んだやつ来ねえかな。もしもーし。もしもーし。あ、今何してるの？彼女と電話してます。彼女いるの？彼女はいます。おお、彼女どんな子？かわいい。かわいい。あ、いいね。どっちは？いないよ、付き合ったことない。ちょっと待って、はい、時間になっちゃった。あ、もしもし、ロリ声ボイスチャット、もきもきゅアイランドご利用ありがとうございます。ご利用料金がですね、4545円、しこしことなっております。こちらお支払いいただけますでしょうか。いやー、4000円あったかいですか。一応今出た子がですね、一応うちのナンバーはもきもきゅですね。あ、そうなんですか。はい、で、お客様のご利用したもきもきゅポイントがですね、7万5000ポイント貯まっておりまして、そちらで、現金化すると、まあ、4545円となっております。あ、ありがとうございます。最高の褒め言葉でございます。じゃあ友達になってもらえますか。友達には全然なりますよ。あ、本当ですか。じゃあ今回はタダにさせていただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。わかりました、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。さよなら。さよなら。何この感動的な流れはい、ということでね、まあ面白いと思った方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ロリコンの方もグッドボタンとチャンネル登録お願いします。いやでも俺思ったんだけど、ユンちゃんって何歳になってもその声なのかなおばあちゃんになってもめっちゃ面白いじゃんそれ。